はい。新しいシリーズを始めます。で、今回から、えー、先生向けのプログラミング授業っていう形で何かやっていけたらいい,ないいなと思って、今日はそのディスカッションをする日ということで時間を作りました。プログラミングが義務化されるんですよね。これが2020年から実施予定で、小学校の学習指導要領を見ると、情報活用能力の育成を図るために、うん、 児童がプログラミングを体験しながら、プログラミング的思考を身につけるための学習活動と書いてあって、まあ、要は、プログラミングをやらなきゃいけなくなるという状態に、2020年度からなってしまうと。これが小学校から。このまま、そのプログラミングを学習あの、やりましょうってなった時に、やっぱ国語的な、なんかくっそつまんない授業になるんじゃないかっていう懸念があって、 まあ僕も子供がいてですね、ちょうど小学生なので、なんか、なんかやれることはないかなというので、今回こういう企画を立てました。で、今日はディスカッションということで、ゲストをお呼びしてます。伊沢さんです。伊沢 <laughs> です。よろしくお願いします。<laughs> <laughs> ということで、今日はですね、どういう、あの、授業をすればいいかっていうのの中の一環として、こういう、 あの学習材料がありますよ学習なんて言うんでしょうねこういうのがね学習の教,教材そうですね教材、うん、教材教材どういう教材を使えばいいかなっていうのをざっくりディスカッションで決めていって、うん、次回以降そういうのを使ってこういう風にしたらいいんじゃないかっていうのを動画にしていければなと思ってますイエス まず多分最初に思いつくのはスクラッチだと思うんですよね。<お> NHK でもやってますしね。やってますやってます。で、スクラッチはどうですかスクラッチは大変だと思う。大変、うん。大変だと思う,う。どういうところが何をやればいいかを。ああ、そうですね。楽しくない楽しくない楽しくないでしょうって動かな。動かすけれど。はい <laughs> やっってててみろって言われそうね課題の設定が難しいというかまあゲームに特化してるっちいうのもあるのかもしれないですけどね、うん、あれ結構ゲーム作るため用みたいなとこがありますしねそう,、うん、そうだなそれを先生にやらせるっちいうのは結構つらいか <laughs> 大変だと思う <laughs> 目的がないからね <laughs>、うん スクラッチやるとしたら、かなり先生の技量はいりますよね、いい多分ね。うん、こういう何かを作るぞっていうのをちゃんと生徒と共有した上で、じゃあそれをやるために、これが必要、これが必要っていう問題提起をして、それを理解させるみたいな、うんうん、ある程度ステップがないといきなりボーンって渡されても困りますもん、ね、<る>ただスクラッチはあれなんですよね。あの、民間でもやってるところあるじゃないですか。いっぱい。 なんかそういうのを考えるとやってくるその多少なりとも自主勉強してくる人はスクラッチだと思うんですよね、うん、基本受け身だから、うん、受け身の中でどれだけやるのかっていうところあ,あ確かに <laughs> 確かにな僕のねとあの下の子の友達もなんかスクラッチスクラッチじゃなかったかなスクラッチやってると思う うん、なんかね、じゅ、なんかどっかの講座に出てて、<お>この間ね、遊びに来た時に、しれっとそのスクラッチの方を置いといたら、しげしげと見てたから、はいはい、あ、知ってんだなと思って、うんだね。あと、あとね、その子がね、や,や,やってるのは多分、レゴなんですよ。あー、レゴ。マインドストームはい,はいはいはい。あれね、うちにも、そこに <laughs>、<laughs> 置いてあるんですけど、ある,あるある。あれね、高いんですよね。高いです。 なんか学校の予算がどんだけ自由になるかっていうのも多分かなり肝で。確かにね。ただ今の小学校って多分パソコン室があってパソコンはあるんですよ。パソコンはね <laughs> ありますよね。コンピュータ室があるから。多分人数分はあるんじゃないかという目論見みで今後動画作っていくんですけど、<laughs> スクラッチはねそもそも pc ないと、<う>てかブラウザーがないとできないから、うんうん、そのパソコン室がちゃんと充実してるっていう環境であれば、予算はかかんないはずなんですよ。うん、教材買うって、その教材っていうのは本とか、はいはい、そういうのを買うのは別としても、普通にプリント配るとかそういうののであれば、かかんないはず。うん で次が買わなきゃいけないんですけどラズパイは多分いいんじゃないかなっていう気はしていてっていうのは僕はラズパイで結構いろいろやってるんでんだろうな Linux が入ってやろうと思ったらそのパソコンの代わりにキーボードとマウスとつないでディスプレイつないででブラウザー起動してスクラッチやろうと思えばスクラッチもできるしはい、はい、それじゃなくて普通にもっと高度なこともやろうと思えばできるしっていうのがあるし。うん で、ラズパイ、一応 GPIO が付いてるんで、外、外側の部品っていうか、うんうん、LED とかつなげて、はい、IoT 的なこともできるじゃないですか。うん、そうっすね。そう,そう, <laughs> うん。できる、できる。面白いかもね。うん,うん。うん、そう。で、ラズパイもね、ゼロだと1500円くらい。ぐらい、そのくらい。ちょっと、もうちょっとするかもしれないけどね。うん,うん。日本だと。 ああ、そっか。そう,そ,うそうだ、そうだ。でも、そうだ、僕も買ったのがあって、基板だけだったら1500円くらいなんですよね。<う>ミニ HDMI とかだから、HDMI 直したり。変換するやつもね。<laughs> そうそうそう。あと、SD。大丈夫か。SD、あ、それだ。<laughs> SD カード <laughs> SD カードもあるから。マイクロ、SD が 8GB 以上必要で、<laughs> <GB> USB ケーブルか、Mi。USB マイクロケーブルと、 iPhone とかあれば iPhone の充電器があればいいんだけどその辺が必要ですよねだからまあ初期投資としてはラズパイゼロだったらいろいろ入れて3000円4000円くらいかな本家のラズパイとかラズパイ3とかになるとあれ本体だけで七千円6000円くらい6000円くらいですよねで仕組みとしてはラズパイと一緒だから外側につなげる機械としてキーボードとかマウスとか 他のものはいるんで、プラスアルファって感じですよね。ねだから、一人一人に4000円かけられるのかなっていう。<laughs> いやー、にね、どうだろう。これが怖いと思うんですよね。難しいかもね。うんうんうん、<laughs> そうなんですよ。うん、ラズパイ、まあ、いろいろ、先々考えていろいろできるから。そう,そ,うそう、投資をしても全然、そうそうそう,そうい。いいと思うんだけど。うん、興味がある、人怖っ,って感じだよね。うん、もう一歩突っ込んだ。 遊びとしてやるそれなんですよ話がずれますけど、うん、興味がそのなんか授業をやっていく中で、うん、実際はスクラッチとかやっててお金、うん、かかんないようなことをやってたとしてもはい、はい、少なからずその他の,あのやり方っていうのに気づく子がいてそれをやりだして、うん、でもそれだけ買ったやりだしたとしても、うん、そ,のその子が頼れるものって多分 <laughs> 学校の先生その教えてくれる先生と 本 <laughs> くらいあとまあお親に頑張ってもらって、うん、あのその講座みたいなところに行かしてもらうかラズパイのコツとかあるのか分かんないですけど、まあ、そういうプログラミングのマインドストームもあるからああいうところって結構オープンな感じらしくって、はい、その作りたいものがこういうのがありますっていうのから決めてくみたいなんでレゴ、はい、ブロックで作ってみたいなだから多分そういうとこだったらラズパイ持ってきたっつって 多少教えてくれそうな気はすするんですけどす、ね、先生がこの1個だけ覚えててもその周辺にこういうのがあるっていうのも多少は知っとかないと、うん、なんだろうな伸ばせる子を伸ばせなくなるそうですね <laughs> まあねうんその先生の知識によるとこがありますからね,そう,ねそうするとねそうなんですよ難しいと難しいです